どうも小さな柿農家ですこのチャンネルでは柿栽培を中心に農業に関する知識や情報を発信しております、はい、今日は12月21日えっ、ー、と水曜日になります柿の収穫がですね約1週間ほど前に終了しましてご覧のようにえっ、ー、と枝がですね 青空に映ってるような畑姿になってしまったんですけど、えー、とまたね来年剪定頑張ろうっていうのと、まあ、順番は逆になってしまったんですけど今年も、えー、と本当にたくさんの方にですね活気をお届けできて、えー、よかったなと思っています。あとは そうですね収穫とか手伝ってくれた人にね本当にありがとうと言いたいと思いますありがとうございますで、まあ、今日はですねえっ、ー、と柿農家のですねえっ、ー、と廃棄の現実というテーマで動画を撮影したいと思います 廃棄の現実ということでまあ要は出荷できなかった柿がどうなっているのかっていう農家の現実をですね今ちょっと画面に映っちゃってるんですけどお見せしたいと思いますはい廃棄の現実こちらがですね柿農家の廃棄物になります 今ね捨てたばかりなんですけどもちろんこの前にも捨てたりしてるのでもっともっとね、えー、量はあるんですけどはいえー、っと収穫はするんですが一番、えー、出荷とかうんと販売に至らない販売企画に至らない柿がですね出てしまって、えー、このように土に返すという。 作業が、まあ、夏季収穫終わりにはですね毎年待ち受けていますうんともちろんですねもったいないっていうのがあるのでこれをなくす少なくする活動はしてまして、えー、例えば加工品にするですねえー、っとまあ加工品の中にねどういうのがあるのかっていうとまずは ドライフルーツですね柿を薄くスライスして、まあ、フルーツドライヤーだったりえ天日干しで乾燥させて作るドライフルーツこちらもです、ね、柿の甘みが凝縮されて、えー、本当に止められなく食べ食べ始めたら止まらなくなる、えー、おやつになります美味しいのでぜひやってほしいんですけど、まあ、それにしたりですねあとはパン屋さんにですね こう協力していただいて、えー、とデニッシュという形でど、まあ、柿のドライフルーツをですね、えー、つっか作っていただいてそれをデニッシュの中にですこう入れて焼き上げるという柿のデニッシュですねこれかなりおすすめです、まあ、そういったことにもねチャレンジしながら 排気を減らそうとはしているもののですねまだまだ追いついていない状況です <laughs> まあ一体どんなものが廃棄になってしまうのかっていうとですね、まあ、このように産んでるものは明らかに廃棄になってしまいますあとはこういうですね野鳥カラスとかにですねやられてしまったものもね、まあ、なかなかちょっと出荷はしづらいなと思います もうこうやって押すとちょっと柔らかくなってたりするんですねこういったものはもちろん市場出荷もできないし、えー、箱に贈答用のものにも使えない、まあ、柔らかいのが好きな方にはですね販売できるかなとは思うんですけどご了承いただいて販売できると思うんですけど うんなかなかそういう人ばかり,もばかりでもないので、えー、消費が間に合わないですねはい、えー、こんだけのね柿の廃棄かなりもったいないです本当にあの柔らかいところを取り除けば食べれるものもありますしもちろん柔らかいのが好きな方はですね全然 変な話拾って食べていただいても美味しくいただけるのでえっ、ー、と本当にこれをね毎年どうにかしたいなと思っていますちなみにですね今あの今捨てたものだけですってですでね <laughs> ちょっとねあの乾燥し始めたのでかなり滑舌も悪くなってきてるんですけど今捨てたものだけで2 0 0キロぐらいはですね あの捨てていますコンテナでですね、まあ、10個弱123コンテナですね2 0 0キロ以上の牡蠣を廃棄してしまっていますはい何度も言うようですけどもったいないこの言葉に限ります是非、うん、ですねこの YouTube をご覧の、えー、視聴者さんの中にですねこう加工業者みたいな方がいたらですね ご連絡いただけるとこう何か始まるかなと思うのでもしねあの加工業者さんなどがいたらあのぜひね前向きに協力したいと思いますのでよろしくお願いいたします <laughs>、ね、急にどんなテイストの YouTube になってんだろうっていう感じなんですけどまあこれも 農家の現実と言いますか本当にきっと伝えられてないだけでえっ、ー、と他の果物の中に果物農家さんもですねこういうのように廃棄してしまうものってたくさんあると思うので、えー、まあこれをきっかけにですねえー、っともっともうちょっとこう加工やっぱ6次産業って とか言ってよく言われるんですけどまあそっちに向けてですねこう動き出せればいいなと思っていますはいじゃ今日はですね収穫を終えた柿農家の廃棄の現実というテーマで、えー、動画を撮影しました結構いっぱいで衝撃的な動画になってると思うのでえー 何度も見てちょっとね食品ロス問題について考えていただきたいなと思いますまた動画年内に撮影したいと思います今日はこの辺で終わりにしたいと思いますじゃあまたねー